こんにちは。柏竜一の今日のインテリアのサイト出していただきます。今日は中東の AI 軍事革命。中東における AI を基軸にした新たな同盟の誕生。すごい話なんですよ。本当ね、今回の話はほとんど SF しちゃうかと。そういうような話なんですね。やっぱりね、中東でね、AI を基軸にして人工知能ですよ。人工知能を基軸とする軍事革命,事革命が起こ,つつ起こりつつあるんだっていうのはどうも確かなようなんですよ。まあ、このナショナルインテレストの記事なんですが、本当ね、 考えさせられることがすごく多くて、やっぱアジアのことだけ考えたら飽きませんな。本当にやっぱバランスよくちょっと見ていか,なあかんなかったということを、すごく痛感した話でした。じゃあ今日紹介しますね。まああのまあさっき言ったみたいにね、AI を基軸にするまあ軍事革命が起きているんだ。それそれに応じて新たな同盟関係も今生まれつつあるよそういうことなんですけど、重要なキーワードがあるんですよ。 何かっていうと、アブラハム合意というやつなんですね。これどういうもんかっていうと、アラブ首相国連邦とイスラエルの間で締結された外交合意のことなんですよ。これでね、国交正常化などを内容としていると。これが結ばれたのは2020年8月13日の、わずかほとんど4年前ですよね、に発表されたと。アブラハムという名前はユダヤ教、キリスト教、イスラム教の子祖であるアブラハムに由来していると。 この合意によりアラブ首長国連邦はイスラエルと国交正常化したアラブ世界でアラブの世界の国で3番目になったとだからイスラエルとね UAE なんですよねそれのこう国交がこう回復したとこういう話なんですねまあ今はどうなんでしょうかサウジとあのイスラエルも結構仲がいいですね今ねだからこのイスラエルとこのご飯諸国との関係っていうんですかそれが新たな大きな 変動を生み出してるんだとこういう話なんですねまあねイスラエルが AI どういう側に使ってるかというところからまた見ていきましょうかまあ記事はねナショナルインタレストですじゃあいきますねガザ地区で戦争が激化する中その視覚的な物語は世界規模のテロとの戦い以来一般の人々に馴染みのある戦争や戦車や瓦礫のシーンによって形作られているしかし詳しく調べてみると銃撃戦や空爆だけでなく アルゴリズムやロボット工学によっても定義された未来的な戦闘空間が明らかになると。イスラエル軍の小型ファイ,、えー、ファイアーフライ、えー、自爆ドローンはガザの通りを自立飛行すると。ナマーとエイタンこれはあの編輸送車ですねイスラエル軍の、ねえーえー、はアルゴリズムによる脅威検出のためエッジ360人工知能システムを導入しながらがれきの中を移動していると。だから全部ね えー、チェックしながら AI でチェックしながら進むんだとこういうことですね世界初のアクティブ保護システムであるトロフィーを装備したイスラエルのメルカバ戦車はハマスのミサイルやロケット推進手榴弾を迎撃する自動発射体を発射すると AI を搭載したドローンはあー、えっと、アイリスロボットと、えー、ビジョン360ロボドックや えー、物体や人を検出する特殊なセンサーとカメラを適用してその中を移動しながらハマスの広大なトンネルネットワークの地図を作成しようとしているとスタートアップの作成者によると、えー、イスラエル軍歩兵、えー、は全ての兵士を、えー、狙撃兵に変える AI 対応光学標照準機スマッシュによって強化されたライフルを装備している。だからどこを撃てばいいかってことはちゃんとこのなりですが照準機に移るということだよね。 で一方ジャガーという名前の小さな半自律ドロップがえロボットがガザの国境フェンスを巡回しているとその上に位置するのがファイアーウェーバー AI システムで情報収集センターと現場の兵器と接続するとゴスペルシステムとラベンダーシステムは機械学習を使用して無秩序に広がる監視ネットワークから膨大なデータを選別して、えー、ターゲットの推奨事項を自動的に生成すると。 こいつはコロナとかこいつはあかんとかね自動的に AI にやらせるとこういうことなんですね。2022年以前はイスラエル軍が10個の標的を特定して承認するのに10日を要していたかもしれないが自律システムによりその時間枠内で10倍の数のの数標的との交戦が可能になるだから撃っていいやつと撃っちゃダメなやつが全部自動的に、ね、AI によって判別されると。 ここういういとなんですよね最終的に諦めるのはちゃんと最終的に打つかどうかを決めるのはどうも人間らしいですけどねでもそういうこう普通の選別がねほとんど AI によってお膳立てされてしまうとそういうことのようです、まあ。多くの軍事アナリストが次の軍事革命を発表しており技術革新特に AI が戦争遂行に根本的に戦争遂行を根本的に変革し力の均衡を変え新たな安全保障上の脅威を形成するというものだと。 人間の知性をシミュレートしたり覆い隠したりできる技術システムを軍事機関に統合することは同様に人間の関与なしに標的を選択したりさらには攻撃したりする自立致死兵器システムリーサル・オートノマス・ウェポン・システムですね LAWS とこういうんですけどローズってやつですよかね。 えー、この自立致死兵器システムはの開発は、えー、軍備管理計算と国際法に対して同様に重大な課題を引き起こすことになるだろうと。中国と、えー、米国と中国がテクノロジーの優位をめぐって巡る争いの中心部隊になるかもしれないが中東は軍事革命の予期せぬ培養地として浮上しつつあると。中国と米国とか関係ないところで勝手に始まってるんだこういうことなんですよね。特に UAE、サウジアアラビア イスラエルの企業と政府は自立型軍事技術の進歩に多額の投資を行っている膨大な研究開発予算高度なインフラストラクチャー戦略的関係熟練労働者へのアクセスにより高度に軍事化された参加国は新しい AI 防衛環境で有利なスタートを切ることができているとまあすごいんですよねだからねえー、エミリエスク政府だからね UAE 政府の えー兵,器えー、兵器製造会社であるエッジグループは自立型スモート兵器と電子線に焦点を当てており2023年の IDEC カンファレンスで14台の新しいシステムの大部分を構成する11台の新しい自立型無人車両を発表したエッ,ジエッジグループは AI で運用される UAE 初の国産ドローンである a d a グループは AI で運用される UAE 初の国産ドローンである ADASI の ガルム社ドローンの開発にも資金を提供したとサウ,ジサウジアラビアのアブドゥール・アジズ国王、えー、と科学技術都市は、えー、先進的な無人ドローンとロボット工学の開発のために広範なプログラムを持つ起こっていると2020年国有のサウジアラビア軍事産業はサウジ史上最大の防衛産業取引でアドバンストエレクトロニクス社を買収しハイテク軍事能力を優先していることを示した。 サウジビジョン2030と UAE2031 を通じ強調されているようにサウジ国内での防衛生産への重点は炭化水素への依存を AI 主導の自給自足に置き換えることを目指す湾岸2位君主国の広範な経済発展の取り組みにおいて重要な柱になっている。だから石油がなくなった後はね AI でやるぜとそういうことを言ってるわけだね。で AI はデジタル化に不可欠と見られていると。 えと医療・公共サービス・エネルギーはエネルギー・水道・製造・運輸などサウジアラビア全土のさまざまな分野で変化が起きていると。ユニークなことに UAE は世界初の AI 担当大臣を任命し UAE の統治における AI の重要性を示しているだから AI 担当大臣はね、えー、UAE を置いてるんだとこういうことなんですね。ねえ人的資本の課題と 貧弱な非エネルギー産業基盤に直面している湾岸石油諸国は、えー、世界がエネルギー転換に直面する中持続可能な経済成長を求めて飛躍する技術として AI を活用したいと考えている推定によると2030年までについ中東における AI の支出は、えーえー、っと潜在的に3200億ドルに達する可能性があり最も著名な投資家はリアドとアブダビ,アブダビであると。 UAE の企業の約40%サウジアラビア企業の45%が自動化された AI 主導の作業環境の準備を進めているどんどんだから過去30年間にわたりイスラエルの商業ハイテク産業の急成長は民間研究開発における GDP4% という世界最高水準の公共投資率に支えられ、えー、特殊防衛産業の成長を推進してきた。 イスラエルの防衛革新は、えー、軍事部門と民間部門の間の、えー、集中的な相互作用の産物であるとそのスタートアップの労働力は主にイスラエル国防軍の技術部隊の退役軍人である退役軍人がねすぐそういう会社を立ち上げるんですよねそれでドバッとドッといろんな会社ができるとこういうことなんですよねでラファエルや、えー、IAI など 国営,防国,国営防衛大手がだからもう本当にこう国ぐるみですよね国ぐるみでやっていると。で2022年の輸出額は過去3年間で50%増加し126億ドルという記録的な規模となりイスラエルのハイテク防衛産業は経済全体においいて、てて極めめ重要な位置を占めているとまあだから安全保障のね計算も全部変わっちゃうよって話があるわけですよ。 経済の近代化によりイスラエルと湾岸諸国はそれぞれの国の AI イノベーションの育成を余儀なくされているが最終的には国家安全保障上の責務がこの地域特有の自立地兵器システムローズですねへ、えーの,えー、の関心の原因となっているだから国民のね兵士になってくる国民が圧倒的に少ないとですからもうんですかこのドローンを使ってそ,そいつらに戦わせるしかないとそういうことなんですよね。 ほとんんどこんなスターーウォーズの世界ですよねドローン戦争とかねそんな感じでしょこのような圧力は部分的には小国としての地位の残物であると軍事化された AI は戦争の代理として配属され、えー、通常兵器と人的資本に量的優位性を備えた人口の多いライバルに対して、えー、戦力倍増を小国に与えることができるだから小さな国でもね軍事力を倍にすることができると。 そういういことなんですよねだからこれもやったら、えーね、兵士の数が多ければ多いほど有利だったんですけど、まあ、AI 使った人工兵士やったら人工兵士とかねドローンとかやったらもうすぐに簡単にね、えー、情勢を逆転できるとそういうことなんですよね。UAE とサウジアラビアの軍隊の規模が限られていることおよびイスラエルが予備,予備役動員に依存していることを考慮するとき理論的に理論的には軍事に AI を統合することで 経済的コストと人的コストを削減しながら高い効果が保障されると地域の安全保障上の脅威の性質の変化には急速な技術革新が必要であるとイラン支援のフーシー派やヒズボロなど非国家主体によるドローンの大規模配備や前例のない安全保障上のリスクを生み出していると。 アブカイクとクライスにあるサウジアラムコの石油処理施設が従来のレーダーを何とか回避したイランの無人機による攻撃を受けたこれはリアドが独自にハイテクタイドローン能力を開発する重要なきっかけとなっただ,だからこうなんですかあの風車にねやられたんでねだからこれは自分とこもやらなあかんということでやり直したんだこういうことなんですね。2022年1月 風車のドローン攻撃がアラブ首長国連邦の石油タンカー 3, 隻を、えー3隻と空港拡張施設を標的にし UAE の経済安全保障と安全性に対する国際的評判に対する非対称戦争の危険性を希望にした。同様にハマスはイスラエルに対しても自立型水中ドローンと,、えー、と無人航空機の両方を配備しさまざまな成功を収めている。こんなことがあるんですね。イスラエルに対して水中ドローンを ハマスが持っっててなんてこれはびっくりですねで無人航空機、まあ、これは持ってるでしょうけどねこれでさまざまな成功を収めてるって言ったらこれ大変な話ですよね。国家がもはや先端技術や長距離兵器を独占していない戦略的環境では新たな課題に対処するために防衛能力の速度と有効性を高めるる必要があるとサウジアラビアで見られたように従来のレーダーシステムは ドローンをリアルタイムで検出するのに苦労しており UAV と鳥や破片を区別できないことがよくあると、まあ、そりゃそうでしょうねアブダビを標的とした風刺派の無人機の多くは UAE の米国製、えーえー、と高高度地域防衛機構やパトリオット迎撃機による探知を逃れるために低高度を飛行した高度なセンサーカメラ音響を採用した AI システムはより正確で効果的な 対応をもたらすと機械学習アルゴリズムはドローンの特徴を個別に認識できるさらに今日の敵は分散型で時間に敏感なターゲットでありコンピューティング能力だけが提供できる、えー、即時関与を要求しているとイスラエルと湾岸ンンの戦略家はイランの軍事化がますます洗練されていることを認識して,おり認識していると。2021年1月 テヘランは自国初の自立型自,自殺ドローンを披露した大予言者車15号演習で力を発揮したと。イスラム共和国の、えー、陸軍・地上軍研究自給自足生戦組織は AI 対応兵器システムの開発において中心的な役割を果たしていると考えられており、うんそ,のうん、そのことが、えーえー、と武装戦闘ロボット ヘイダール1の最近の提示によって明らかになったモハンマド、えー・ハッサン・ナミは・ジュはイランは2024年までに、えー、戦場で完全自立システムを保有すると主張しているだから完全自立システムがイランで完成したらどうなるかということを考えてみたらねもうこれこでこ,、ね、この小沿いシステムがどんどん作ればいいんですからもうこれはそういうので数が多かったら負けますよね これはイスラエルにとってもかなななりきついい状況なんじゃないでしょうかフーシ派ヒズボラハマスの無人機の優勢はイランの密輸と技術移転に遡ることができるためイスラエル湾岸数字は AI で武装した非国家民兵が門前に現れるという困難な見通しに直面しているとまあこれは止まったもんじゃないだな本当にね。で2021年エッジグループとイスラエルの IAI は 完全自立型対ドローンシステムを共同開発することに合意したし2022年にアブダビで開催された中東初のドローン会議で UAE はドローンを迎撃するために地域シールドを提案したと明らかに群衆に向けて演説したのはアラブ首長国連邦の人工知能大臣オマール・ビン・スルタン・アル・オラマでありドローンシステムはかつてないほど安価になりより入手しやすくなった。 そしてこのアクセスのしやすさによりこれらのシステムがテロリストグループの手に渡ることを可能にしていると警告したそれはそうですよねドローンなんかいくらでも買えますある程度お金があったらねでこのように伝統的な政治的対立が国家安全保障上の危機の、えー、重みで崩壊する中 AI 主導の新たな防衛パラダイムはかつての敵同士の絆を強化のものにしているそれはそうですよねイスラエルとサウジが手を組むなんて、 なんか考えられなかったですよ UAE とかね UAE サウジ、えー、イスラエルですかこれはがっちり手を組むとそういう状況が生まれてるとこういうことなんですよね、えー、実際アブラハム合意の署名後イスラエルと UAE は商用人工知能としてビッグデータ技術に関する合弁事業を設立した当初は新型コロナウイルス感染症と戦うことを目的としたこの協力の長期的な防衛への影響は、えー、首相国連邦の AI 先駆者グループ G42 と,かな G とイスラエルの国防大手 IAI とラファエル社です、ね、の関係者から明らかであると2022年9月、えー、イスラエルは対ドローン兵器を、えー、強化するためにイスラエル製ラファエル製スパイダー移動式迎撃機と合わせて先進的な防空システムをアラブ首長国連邦に販売することに同意したラファエル社とも,もう一つのイスラエル軍事大国 エルビッドシステムズは首相国軍と長期協力を明確な目的として2021年に UAE に企業を設立したとイスラエルは、えー、アブラハム合意以降中東諸国と、えー、30億ドルの武器取引を誇っており2022年の防衛輸出のほぼ4分の1が地域の署名国に向けられているとだから結局このアブラハム合意というのが大きかったんですよね UAE はやっぱりすごくくせ者な国でね こういう感じで自分の国でねやっぱりこう新しいものをなんか開発してでとにかく石油がねなくなった後何なんとかしたいというそういう動機はすごく強いんですよねマサウジとともにねこれがやっぱりすごく強いですよね。でその次はね大、えー、国間改装、えー、競争と。 でこの地域最大の武器供給国であり安全保障の保証国である米国は湾岸における中国の軍事拠点の増大特に自立型兵器や最先端の合人インフラの販売と製造に懸念を表明していると。2017年中国はサウジアラビアに CH4 無人機を生産する工場を設立し300機のウィングロンに2型無人機がサウジに販売されイエメン戦争に配備された。 中国は AI を搭載した機関銃を搭載した AI を搭載した機関銃を載せたヘリコプタードローンブローフィッシュ A3 をリアルに販売することをさえ申し出たしか一方中国政府とイランとの25年間の協定は AI を活用した共同兵器製造を強調しており中東における米国の影響力に対抗するという明確な意図を示しているトランプ政権時代 米国は UAE UA、e、への最新兵器無人機の売却を拒否したとアブダビは中国に頼ってウィングローン2型無人機5機の購入を依頼した最近では2023年8月にアブダビが人民解放軍との初の共同演習を発表したとサウジアラビアは2022年に第1回中東アラブ諸国首脳会議を主催し中国との科学技術協力の拡大を約束した。 だんだんだからこうね。せっかくこの3ヶの枠組みが中国の方にね、えー、こうちょっと寄りつつあるとそういうことなんですね,ね。中東諸国に対する代替武器としたと技術の提供者としての北京の魅力が高まっているのは中国の内政不干渉と安価なハイテク兵器の提供に起因しているとイスラエルでさええー、ファルコン及びハービー無人機を製造するための中国とイスラエルの合弁企業を合弁事業を追求した。 この地域における米国の製造兵器優越に対する中国の脅威に対抗してバイデン政権は高度な兵器と防空システムを追加する UAE との22億ドルの武器協定の拡大を提案したしかし合意は依然として曖昧なままだ米国政府が UAE から F35 戦闘機を差し控え続けているまあ輸出してないとこういうことですね。のは主に首相国連邦における中国の拠点が原因であり 国防総省は同期の独自のステルス能力とセンサー技術が中国政府の手に渡ることを懸念しているそりゃそうでしょうねやっぱり UAE は中国とも近いそんなところに F35 なんか売れるかそういうことですよね。次は何が来るのかってことねまあ会議論者がいわゆる軍事革命を SF として片付けるのは許されるかもしれない。 実際、2023年10月7日ハマスの過激派は旧式なソ連と中国の武器を振り返らし、えー、バイクブルドーザーパラグライダーを操縦して世界で最も技術的に洗練された軍事国境の一つを突破することに成功した。一方東ヨーロッパでは一見先進的に見える2つの国の軍隊が、えー、第一次世界大戦を彷彿させる残豪戦の膠着状態に陥っている。 確かに AI が生活のさらに多くの側面をゆっくりと再構築するにつれて明日の戦場が徐々に出現しつつあるとしかしこの重要なテクノロジーは世界で最も軍事化された地域の一つにおける経済政策立案防衛戦略貿易外交超大国の対立にさまざまな影響を及ぼしていると湾岸諸国は えー、石油後のダイナミズムを構築するために AI と急成長する自国のハイテク防衛産業に注目していると同時にイスラエルの産業と輸出基盤は軍事と商業ハイテクの相乗、えー、効果に依存していると。非国家交戦、えー、勢力によるドローン攻撃やイランの主張が従来の脅威認識を根底から覆す中この地域の小国は 戦力の増強と精密な防衛能力を模索していると。他国が住む中東は、テクノロジーの覇権をめぐる超大国の争いの重要なフロンティアとなっていると。まあ、そういうわけなんですよね。だから、本当にね、中国とアメリカが拮抗してるんじゃなくてこ、ここにもね、だから、中東にも。中国とアメリカでの綱引きが起こってるんだとで。で、彼らは彼らの、彼ら、彼らの中だけで、独自の進歩も取りつつあると。 そういうい、ね、非常に複雑な状況が描かれてるんですねやっぱりねこの中東のね軍事革命の意味っていうのをちょっと考えてみるとやっぱ AI を利用すれば量の優位を突き崩せるかもしれないとこういうことなんじゃないでしょうか。だから小国であるこことはは、えー、デメリットになならないいそうう日本もね本格的に自質性の自,自,自,自立兵器ですかこれの開発をやっぱりこう可能性として進める必要がやっぱあるんじゃないでしょうか。 そうしないと困難が大量だからこれはやっぱこう、うん、まあねっドローンに対抗する手段だけじゃなくてやっぱり自,自律的にねちゃんとバンバン殺していくっていうんですか人民解放軍の兵士だけを殺していくっていうんですかそういう兵器の開発は考えてもいいんじゃないのかなと個人的には思いました。まあ、いずれにしてもねそのこなんですかこのサウジと UAE と、えー、イスラエルですか。 それががっつり手を組んでるんだっていうのはすごく大きなニュースだと個人的には思いますじゃあ今日はこのぐらいでよろしかったよいはんぽちょチャンネル登録もぜひお願いしますでサンクスもねもしよろしかったらぜひお願いしますじゃあ今日これから失礼しますねじゃあ失礼します